はい、どうも。今日はジェントスのね LED ランタンを買いました。まあ、ランタンね、今まで持ってたんですけど、電池がね、まあ、単一を使うということと、まあ、普通の電球であんまり長い時間使えないっていうのと、まあ、ちょっと重いんですよ、やっぱり単一だから。で、まあ、いろいろね、まあ、ちょっと不便かなっていうのもあるもんですから、まあいろいろね、軽いし、炭酸電池のタイプ、まあジェントスもね、いろいろ種類出てて、高機動のタイプはね、単一電池を使ってるんですよ。6本とかね、3本とか。で、やっぱりいろいろ炭酸の方がね、まあ単一よりはもちろんね、やっぱり悪いんですけど、まあいろいろ炭酸の方が便利かなっていう。まあ常備してあるバッテリーもね、炭酸電池はかなりね、ストックしてあるもんですから、炭酸電池だからっつっても、持ちが悪いかっつっても、まあもともとがね、LED 使ったるランタンだから、まあ電池の寿命もね、結構まあ今までのタイプよりはね、全然やっぱり使えますんで、炭酸電池タイプにしました。ではちょっと早速ね、電池入れてテストします。裏蓋を外して、電池をね、炭酸電池6本入れて、でまたこう閉める、ね、こういう状態ね。そしてスイッチをね、長押しするんですね。2秒以上長押しすると、ついちゃうんですよね。これ今電気ついてるでしょ？ね。で、こう、長押しすると、またこう、消えない。それで、オフ。ね、押すと、次、消えます。それで、電池をね、オンにした状態で、2秒間でね、オンにした状態で、ついた状態で2秒以内にもう一回押すと、こうパターン変わるんですよ。ね。一番下のがね、これ、キャンドルモードっちってね、ろうそく。こういう感じ。これね、一番明るい状態の、これがね、これで連続14時間、持つみたいです。うん。で、押して、このように2番目。これでも十分明るいですよ、2番目。これで、1、2。で、このね、キャンドルモードだとね、これ90時間、これでも持つみたい。いいね、このくらいで、夜このくらいでいいんじゃないかな。眩しくないしね。こういう感じでしょ。この一番上の明るいの。これはちょっと眩しいね。まあちょっと離れたとこになるけど、近くだとちょっと眩しいぐらい。うん。僕はね、だってこの2番目、このぐらい ?2 番目とか3番目、このぐらいのがいいね。これいい感じ。明るい、これ炭酸でこれだけ明るきゃ全然いいね。軽いし。単一電池をね、3本とか6本使うごっついタイプね。まあ、かなり明るいと思うんだけど、あれを1個持っているより、この炭酸電池のタイプをね、2個ね、持ってた方がね、いいような気しますね。いろんな意味で、こう、2個ね、もしあれ、人がね、広いとことかの方、2個って。1箇所でやるよりね、この方がいいんじゃないかな、2個使って。軽いし、ちっこいしね。じゃ、普段ね、使わない時も引っ掛けてても邪魔にならないし。これ、どう？軽いでしょ。こうね。ああいう感じ。はい、ということで。ジェントスの炭酸電池タイプ。
タイプのランタンでした。